2021年、会社の忘年会に参加しなかった人は 94%。まあコロナも続いてましたし、忘年会をやらない会社もたくさんあったでしょうから。でも2022年、どうやらコロナは忘年会に参加しなくて良くなる理由として活躍してしまった感が否めなくなりました。そのデータがこちら。ポン！参加したいという積極的な人が多少増えたものの、参加したくないが 73%。 やめてしまえもう。忘年会も会社もな。他のデータでも忘年会に参加したくない、あまりしたくないが合わせて8割。ちなみにこのデータ、20代30代だけじゃなく40代50代にも聞いてるみたいなんで、ほぼみんな忘年会に行きたくないけど無理やり参加してる、開催してるってこと。行きたくない理由、ポン！気を使いたくない、お金がもったいない、時間がもったいない、勤務時間以外で関わりたくない、仕事とプライベートを完全に切り離す考え方が主流になっているからこその回答内容ですよね。ちなみに僕の会社は忘年会のお金、会社が全部負担してくれてます。もし会社がお金を出してくれないなら、その日は僕は一言も喋らないと思います。意外だったのが、お酒を飲みたくないから、酔っ払いが苦手だから、明らかに時代が変わってきてます。僕を含めた30代40代そして50代60代の皆さん、部下に酔っ払ってだるがらみしたら SNS で地獄のような悪口つぶやかれますからね。お酒に対する悪いイメージが忘年会に行きたくない理由の一つになっていることをしっかり覚えておきましょうね。日中でした。また次もさ見てくれよなー。